寝言？寮に、春休みの前に、終業式。まだ一日残ってるんだから、ちゃんと起きなきゃダメだよ。そう。ご主人様、どうかなさいましたか？はい、お時間でしたらいつも通りですが。だからそんなに遅れてないって言ったじゃない。行ってまいります。お父さんが見送ってくれるなんて珍しいね。でもなんか嬉しいな。そうですね。それはどうかな。どうしましょう。様子を見てきた方がよろしいですか？まだお時間は十分間に合いますよ、ほおずきさん。え、そうなの？終業式があること忘れてて、慌てて起きたんだけど。寮にいと同じだ、ゆずちゃん。そういえばさ、リノの学園での試験期間って。はい、今日までです。私のクラスでもよく話題になってたな。あ、悪い話じゃないよ。リノもそれだけは覚えといて。はい、ありがとうございます。
皆さん、2週間という短い間ではございましたが、いろいろとお世話になりました。至らないところも多々あったとは思いますが、皆様の温かいお志で無事試験を終えることができました。短くはありましたが、さまざまな人に出会い、さまざまなことを経験させていただきました。本当に本当にありがとうございました。ございます。若葉さん、ティロ先輩、私決めました。この花壇のお世話は私が引き継ぎます。ティロ先輩と一緒に芽吹かせたこの苗を咲かせてみせます。はい、よろしくお願いしますね。いいえ、もう一人じゃないんです。はい、ティロ先輩。何ですか？10日余りの短い間でしたけど、本当に本当にありがとうございました。初めてゴミ運びを手伝っていただいた時はびっくりしましたけど、いっぱいお話しさせてもらううちに大切なことを教えていただきました。のと仲良くなるのに大切なことを、ティロ先輩のおかげで、ティロ先輩のおかげで、ミノ先輩のティノ先輩、私ティノ先輩のこと好きでした。私ティノ先輩のこと忘れません。どうかお元気で。ありがとうございます。若葉さん、私も若葉さんからいろいろなことを教えていただきました。くじけずに頑張るひたむきさや明るいところ、どんな人にも誠意を持って丁寧に対応されるところ、強い人なんだなって思いました。私も若葉さんにお会いできてよかったです。ありがとうございます。すごく嬉しいです。友達が来てくれてるんですよ。これからはその子と花壇のお世話をします。ありがとうございます、お兄様先輩。
では若葉さんもお元気で。はい。あ、そうですね。はい、お見せいたします。嬉しいことです。はい。ご主人様の本日これからのご予定はいかがなされますか？そうですか、わかりました。いたしました。実はお部屋の整理をしているときにこんなものを見つけまして。
はい。ご主人様。よかったです。ちょうど今からお部屋に伺おうかと思っておりましたので。あ、いえ、何かご主人様のご用はないでしょうか。
これはご主人様。何かご用でしょうか。それではお食事でも。軽いお夜食でしたらすぐにお作りできますが。そうですか。ところでご主人様、差し出がましい質問かもしれませんが、睡眠は十分にとっていらっしゃいますか。寝不足は体調を崩す原因になりやすいのでお気をつけください。ご主人様、ついでと言っては聞こえが悪くなりますが、朝にお起こしする時間等は不都合ではございませんか。それはよかったです。もし起きられる時間を変更されたい場合はご遠慮なくお申し付けください。それではおやすみなさいませ、ご主人様。